吉田亮介と申します。現在ですね、恋愛婚活の悩みを解消する心理カウンセリングをしております。もう3年ぐらい前になるんですけども、最初ですね、もうすごいセールスが苦手で、売るっていうことがもうほとんどできなかったんですよね。で、そんな時に松尾さんと出会いまして、あ、加納さんと出会いまして、受けようと思いました。受ける前は、まあ、3年前ですけども、1セッション5000円っていう、まあ、非常に安い金額で売っていたんですけども、それを6回3万円ですね、ぐらいで売ろうとしていたんですけども、それでもほとんど売れず、まあ、たまに売れるかなっていうぐらいでした。で、それが、加納さんに習ってから、1セッション1万5000円値上げして、6回12回っていうコースを始めたんですけども、それでも売れるようになって、初月で34万円。で、その後ちょっと波はあったんですけども、10ヶ月で180万ぐらい売り上げることができました。で、さらに、まあ今3年ぐらい経ちましたけど、今安定して、月平均60万以上売り上げてますし、100万超えも時々ありますし、トータルで言ったら1000万以上確実に売り上げてますし、今後は年商1000万っていうのがまあ手の届くところに来ているので、そこを目指していきたいなと思ってます。かなさんは、何と言っても分かりやすいです。非常に具体的で実践的なので、こう次どうしたらいいのかなとか、何をすればいいか分かんないっていうことはまずないかなというふうに思います。私は今カウンセラーやってるんですけども、周りにですね、すごいスキルはあるし、こう情熱も持っていて悩んでる人の役に立ちたいと思ってるんだけど、やっぱセールスが苦手な人はすごい多いです。で、そういう人にこそ、ぜひですね、加納さんのセールスを学んでいただいて、こう悩んでる人の役に立ってほしいなというふうに思ってます。